皆さんこんにちは、斉藤マクセルです。今回なんですけども、ここにいるメックを使いまして、あそこにねいる、見えるかな、見えた、ティタノサウルスをねテイムしていきたいと思います。でティタノなんですけど、このメックで大砲が使えるんですよね。なんでその大砲をぶち込んで、テイムしていこうっていうわけですね。でかいなメック、ティタノかなりでかいんやけど、メックでけえなメック結構でかいな。まあ早速やっていきましょうか。で大砲なんやけど、ちょっと正面向かんと当てにくいな。とりあえずどついてちょっとこっち向かせようか。怒った怒った。ほんでこう押しまして、あ、ちょ待って、おいおい待て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 、どこ行くねん、待て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 、おいおい、もう諦めたんか、おい、そんな諦め早くてお前どうすんねんお前、おい来い、こっちや、来へんねんけど、ちょ正面向いてくれな、やりにくいねんて。おら行って、1550ダメージ強っ。ちょっと邪魔しゃんといて、こうか、あ入ったんちゃう、ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、お前アルファやないかお前、あっち行けもう。あ待って、これ近すぎたら自分にも当たるから、あれ諦めたこいつ、なんか急に、おいおいおい、あちょ遠く行き過ぎたかな、ちょ邪魔やなグロント、おら、あちょっ待って、やばい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 、あーだー、あー壊れた。とまあこのように、失敗することもあるので気をつけましょう。行きましょうもう一回、ちょ気つけねんとな、ちょっとよし、ちょっと下がり気味でこうで、いけるか、いった、入った、入ってんのかようわからない、ちょっと待て、ミスったやないかお前、あちょっと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 、安くないねお前この弾よお前、待て、おいおいこっち来いって、え急にこっち向いて怖いんやけど、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょ思ったより出んの早いな、ちょっと待て、弾の位置がようわからん、今の入った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 、来い入ったやろ、あーなんかダメージ与えただけか、これぐらいでこう入ったやろ、こうどう、またか、しぶてえ、入った、ちょ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 、なに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 、誰誰誰、ラプトル、なにラプトル、ちょ邪魔や、邪魔するなお前ら、こっちは今忙しいね、入った入ったな今のモーション、あ逃げ出したんちゃうこれ、あとちょっとちゃうけ、ちょっと待てよこれ、動き出してから難しいな、ちょっとおいおいおい待て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 、顔向けろお前、こう低い、もうちょっと高めか、ここ、ああ首や、もうちょっと、いやあんまり近づきすぎたらな俺が当たるから、え弾あるっていうか気づいたけど弾ある、俺弾ない、弾ない弾ないやんけ、おい3回目行きましょう、いやいやでもな、いけるはずや、弾をね今の弾の数でもちゃんと全弾当てればいけるはず、おらもう一回勝負や、行くぞ、ちょっと遠く行き過ぎたか、ちょめっちゃ喧嘩売られんねんけど、あし
まず一発目当たったやろ。よし、オッケー。ほら、行ったやろ。行ったよな。ちょっとな、分かりにくいよな、この爆風で。行った？あ、なんか首振ってんな。いけてるな。この、これぐらいを、のジャンプでとどめて、こ、いいね。いいね、慣れてきてるよ。もうちょっと後ろ。ちょ、もうちょい後ろ。じゃあ、行き過ぎ。あ、待て。逃げ出したかな、これ。あ、逃げ出してるね。いや、嘘つかれた。ちょっと待て。一瞬誘いに乗るとこやった、お前。そうはいかんぞ、お前。入ったか？入ったのか？なんか今入った感せんかったな。ちょっと待て。あ、首振った気がする。こ！入ったやろ。え、入った？あ、待って！あー、お前待って！首上げんな、急にお前。行ったやろ、これは行ったやろ。え、行った？行けてる？不安になってくんねんけど。あ、行けたかな？行けたんじゃん。今何個今、弾。あと、4発。あー、無駄にできんぞ、4発。これ補充した方がええかな。とりあえず、逃げ回ってることは確か。こう、あと3発。待って、ちょっと待って、どこ行くねお前。待って、俺も行く。待って、お前ちょっと待って、こっち弾あと3発しかないね、お前。待ってくれ、無駄にできひんねこっちは。お前来たやろ。入ったのかな。こ、どう。あ、来たんちゃう、来たんちゃう、これ。ちょっと待って、ちょ、邪魔すんな、お前。来たんちゃうこれで、この状態になったら、あ、来た。これで、サドルをつけ、あ、ちょっと待って、サドルどこやった。あ、そうや、メックに預けとったんや。危ねえ、ちょっと待って。あ、そう、これ。重い。サドルが重い。で、サドルをつける。よっしゃ、取った。命令が100。で、体力33万4000。バケモンやな。うおー、すげえ、おっせえ。ちょ、攻撃どんなん。あ、前か。で、え、これ何これ。何これ。なんか地鳴らしみたいな。やべ、おっせえ。遅い。ちょ、攻撃させて、ちょ、ダメージどれぐらい出んの。遅い。ちょっと待って。パラサウロロフス待って。え？あ、900。え、これ歩いてるダメージかな？もしかして。スタミナ不足。スタミナ全然ないやないか。あそこにテリジノいるから、テリジノで試そうか。大丈夫かお前。大丈夫か、テリジノ。さすがに大丈夫やな。回復っていうか、桁違いやし、まず死ぬことない。え、スタミナ回復遅っ。あ、てか、飯入れてないんか、こいつ。こいつ何食うの？装飾か。装飾やんな。ちょ、いや、高い。めっちゃダメージ食らう。ちょっと待て。ああ。おお、結構いかれたぞ。今ので。とりあえず、なんかいっぱい来てんねんけど。うわ、え、1860ダメージ。強え。よし。ちょっと、テリジノやろう、テリジノ。歩いてるだけで900ダメージ入ってんねんけど。いや、てか、テリジノ2体おんねんけど。いや、まあ別に大丈夫か。このダメージ出せんねやったら。おい。ちなみにテリジノは近くにおったらいい。うわ、来んねや、こいつら。頭おかしいやろ、テリジノ。
なんでこんなデカブツに挑戦してくんねん。おかしいやろ。ほんで強いな。さすがに。強え。強えけど遅え。すげえやこいつ。いかがだったでしょうか。まあこのようにね、ティタノサウルスはメックで、取ることができます。ちなみにこれメック、これ上に乗せるとなんか踊ってるんですよ。こんな感じで、あ、ちょっと待って、視点がキモい。めっちゃ踊ってる。貴重映像じゃないこれ、メックの。まあこのように取れるので、メック持ってる方は、ぜひティタノサウルステイムしてみてはいかがでしょうか。まあ使用用途的にはティタノちょっとよくわからんけど、まあやっぱりね、アークやってるものとしてはやっぱこのデカブツをやっぱテイムしてみたくないですか。俺みんなしてみたいと思うんですよ。だからまあメックなのなんだの持って行ってテイムしてみてはいかがでしょうか。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回でお会いしましょう。バイバイ。